どうも皆さん、こんにちは、ひのです。皆さん、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールやってますか？ということで、以前育て屋を使ったポケモンの無限増殖バグ、そして前回新しく見つかった BDSP 版セレクトバグ、メニューバグを使った波乗りバグをね、皆さんに紹介しました。ということで、今回なんですけど、その2つの組み合わせみたいなバグになってます。タイトルとサムネ見てもらえればわかる通り、今回は道具無限増殖バグをね、皆さんに紹介していきたいと思います。はい、ということで、道具無限増殖バグなんですけども、こちらのバグ、わりかしね、変な挙動になることが多々あるので、やる際はね、レポートをね、必ず書いて、でそして、もしデータが壊れても、全てね、自己責任で行ってください。そのやり方なんですけど、すごいね、簡単です。もう秒でできちゃいます。はい、じゃあまずね、増やしたい道具を持たした状態のポケモンをこうやって用意します。で今回ね、マスターボールを試しに増やしてみたいと思います。でこの状態でやる前にね、一応レポートを書いときます。はい、書き残したと。はい、そしたら次、草むらがねある場所に向かいます。でこちらでポケモン強さを見る ZR プラス ZL をね連打して、で B を押した状態の時にすぐ ZRZL を押すと、こういう風に今表記がバグったんですけど、こんな感じにしてメニュー表示バグをね、発動することができます。このね、メニュー表示バグ、いろいろとできるんですけど、僕はちょっとね、 ZL、ZR をこう連打して B を押すのが一番簡単かなと思います。でこのままポケモンがね、出てくるまで待ってください。で出てきたら、このポケモンのね、ところにカーソルを合わせて、はい、今この状態の時にね、ポケモンを開きます。でするとね、こういう風にこんな画面になるので、こっからポケモンの持ち物をね、バックへ戻してください。なんかね、出てきてすごいめちゃめちゃバグってる感すごいんですけど、これね、なるはやでこうやって持ち物、こういう風にね、ちょっとね、バグる時あるんですけど、持ち物をね、戻したりすると、はい、今ちょっとバグったんですけど、さっき戻したはずのボールがこうやって出てくると、ちょっとなんか今めっちゃバグってますね偶然なんか見てる状態の時動かしちゃったみたいで、まあ、とりあえずちょっとこのままもう一回やってみましょう。リベンジ、よいしょ。持ち物をバックへ戻す、バックへ戻す、これを繰り返すだけです。はい、今度ね、成功しました。さっきね、変な感じにやったんですけど、そしたら全部バックに戻したら B を押して普通の画面に戻します。で逃げる、逃げろ、 OKOK。今ちょっとこんな感じにね、画面バグってますめちゃめちゃバグってるんですけど、こういうことがねあるので、皆さんぜひやる前にね、セーブをしてちょっとやってみてください。もう一回ね、いきます。さっきみたいな感じで暗転して固まっちゃうことがあるんで、ちょっとね、注意してやってください。やる際は一番最初にレポート書くことすごい大事です。でちょっとマスターボール何個持ってるか増殖前に見せてなかったんですけど、今11あります。でこの持ってるポケモンを合わせると17個マスターボール持ってることになるんですけども、ここで強さを見る、でメニューバグ発動すると、メニューバグ発動したら、ポケモン捕まえに行きます。はい、 OK。 ポケモンにね、遭遇したらすぐ、はい、ここでポケモン表示で、持ち物バックへ戻す、持ち物バックへ戻す、バックへ戻す、これをね繰り返すと、今度はバグらないでほしいね。バグったら画面がね、見せれないんで、はい、OK です。でこれでこの状態になったら、逃げるを押します。はい、うまく逃げ切れた。はい、そしたら OK。 ここでさっきね、持ち物戻したはずなんですけど、ポケモン画面を見るとミュウが持ってる状態になってます。でバックを見ます。するとマスターボール17個、そしてもう6個持ってるので、マスターボールの、ね、増殖が成功しました。このような感じでね、どんなアイテムでも、まあ、持てるアイテムなら何でも増やせます、これは。でこちらね、ポケモン増殖バグではなくアイテム増殖バグなので、まあ、例えばね、ポケモン増殖させるのがちょっと嫌だなみたいな、ポケモンはいらないなとか、まあ、生贄ポケモンを用意するのがめんどくさいなっていう方はね、こちら生贄が必要なく道具だけ取れるので、こっちの方がね、いいんじゃないでしょうか。ということで、今回はポケモン BDSP でメニューバグを使ったアイテム増殖バグについて皆さんに紹介しました。この動画がね、いいなと思った方はチャンネル登録、高評価してくれて嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。